あ、アダス無料アイテム、じゃあ食べましょうか。わかめスープ、わかめスープ、どうやって食おうかな、どうやって食ったらいいの、ここに行くか、バーン来たー、豪華ー、見てこれ、ちょっとめっちゃ豪華やで、お前らめっちゃ豪華やで、これ見て、ほらこの箱の作り、使い捨てとは思えないぐらい豪華やぞ。おお、しかもライス大盛りのなんかシールとか貼ったり、分からなくならないようになんか貼るのかね、ライス大盛りのが貼ったり、作りがいいよ、もう箱さすが高級弁当、言いますよ皆さん、オープン、パーン、あーすごい、すごい、すぐに肉が出てこないとこがすごい、二重の作りなとこすごくない、何これ、これ何、これは何ですか、おしぼり、これ何、これ何だ、これ、あ、ガムだ、グレープミント味のガム、すごくない、すげえ、焼肉弁当、ほら焼肉屋行った時にさ、なんかお口直しに行ってガムもらえるじゃん、なんと弁当の中にもお口直しのミントのガム、グレープミントのガム、すっげえな、これ、ここの、この心配りはいいと思うよ、焼肉弁当になんかお店で行ったようにこの心配り、この心配りはね、すごいいいと思う、これこれちょっとジョジョ園のね評価上がりました、僕の中で、これはいいと思う、これ、このねちょっとした心配りがね、なんか本当にちょっとしたことなんだけど、なんか、あ、なんかすごいちゃんと考えてるなっていう、箸の中にタレがある、ね、あ、しかも、あ、用事もある、ここが高級なとこだよね、普通だとさ、こうなんかこの中に用事入ってるじゃん、このなんつうの、箸の中の袋にさ、用事と箸が分かれてる、まあ、こういうちょっとした心配りよ、さすが高級店、高級焼肉、弁当もさすがだね、この心配りはすごいわ、ちょっと感動した、うん、じゃあ行きますよなんか書いてあるね、まあ、よくわかんない、まあいいや、飛ばそう、行きます、皆さん、おお、すごい、留置所のなんか弁当箱にちょっと似てるけどいや、もっとしょぼいけどね、留置所はしょぼいってか、なんかこれのなんかプラスチックのなんか緑色っぽい、エメラルドグリーンみたいな、ちょっと若干似てたわ、入れ物、でもすごい、なんか一回の使い捨ての弁当なのにちゃんとしっかりしてる、一回の使い切りの割にはね、ちゃんとやっぱしっかりしとるわ、行きますわ、開けますよ皆さん、行くぜ行くぜ、オープン、わー来たー、超見てこれ、わー来たね、えほら、うわ来たぞお前ら、おい来たー、高級ジョジョ園焼肉弁当来たぞお前ら、うん、ちょっとトイレ行きたいな、ちょっとトイレ行きたいんだけど、いやでも これちょっといいや、このままこれ置いていくわけにはいかんねんな、で我慢しよう、まあ、そんなにめっちゃ我慢できなくはない、よし
おしぼりもこの中入ってる。これタレでしょ、タレ。じゃあこれにねタレをかけたいと思います。うまそう、マジで。てか超いい匂いする。これねミックスにしたのね、うん、これタレかける前に言えばよかったかもしれないけど、こっちが多分カルビ脂身が多いからね、こ見えるかな、こっちが、これがカルビだね、こっちがロースだね、赤身の方多分。カルビとロースのミックス弁当で、あとなんかこういうやつと、ナムル的なやつとキムチとなんかよくわかんないやつと、あと甘納豆みたいなのが。いくらした？これでも2650円で、ただご飯を重りにしたからプラス100円か150円で、であとこのスープと、スープが確か300円でコーラ200円で合計3150円全てで、これこの2つ合わせて、この3つか、弁当、スープ、コーラをして全部で3150円。まあ、まずスープからいこっか。やっぱね俺ねこういうのってねスープから行きたい派なんですよね。置くところがこういうとこ。ラーメンとかもねスープから飲む派なんだよね。まあ肉の場合はあれかな、最初肉行った方がいいのかね。まあでもスープから行きたい人なんですよ結構こういうの、まあ、前菜的にさ。よいしょ、わお、あ超いい匂いする、わかめスープだけど。でもさ純粋に考えたらわかめスープこれで300円ってクソ高くね。わかめスープ300円ってよく考えたら高いよねこれだけで。吉野家とか50円だもんなこれぐらいの味噌汁って。あーでもうまい。うまい。あーでもねやっぱね普通のわかめスープとちょっと違う気がする。美味しい。うん、なんか違うわ、なんか違う普通のと、なんか味が違うわ。あとわかめの弾力がすごい、なんか普通のより。うまい、わかめの弾力があって美味しい。やっぱね安いやつと違ってわかめの弾力がすごいわ、噛み応えがあって美味しいね。じゃあ行きます。まあ油が少ないカルビから行った方がいいんだよね。こういうの知ってますか皆さん、肉の食べ方知ってますか皆さん、肉の食べ方知ってますか。肉の食べ方っていうのは、美味しい食べ方っていうのはまず脂身の少ない肉から食べるんです。そして脂身、だんだん脂身のある脂身の多い肉を食べると、これは美味しい肉の食べ方なんです。知ってました皆さん、これ本当だよこれ、うん、最初にあの脂身の少ない肉を食べることによって次に食べた脂身の多さが実感できるし、あと脂身の多いのを食べた後だとこうなんつうの、うん、なんて言うんだろう、こうちょっとグレードダウンしたみたいになっちゃうじゃん。まあいいや、そんな話はいい。食べます。おいしい。あ、めっちゃうまいこれ。これ絶対ホームレス喜ぶじゃんこれ。これ絶対ホームレス喜ぶよ。めちゃくちゃうまいよ。うまっ。うん。弁当のクオリティとは思えない。弁当のクオリティとは思えない、めっちゃ美味しいです、うん、うまっ。あ、超うまいわ。うまい、これ超うまいんだけど。